コネチカット州ハムデンのイーライ・ホイットニーミュージアムで展示されている19世紀のワタクリキモデルワタクリキは、綿繊維を種子から早く簡単に分離する機械であり、手作業で綿を分離するよりも、はるかに高い生産性を可能にするもの。繊維は、その後リネンなどの様々な綿製品に加工され、ダメージのない綿は主に衣服のような織物に使われる。種子はさらに多くの綿を栽培するためか、 メンジーツ油を製造するために使用されることがある。手持ちのローラー式のものは、西暦500年より、インドア大陸で使われており、その後他の地域でも使われた。レイクウェイテによると、16世紀ごとに発明された、インドのウォーム歯車ローラー渡栗機は現在でも、実質的には変わっていない。現代の機械的な渡栗機は1793年に、アメリカの発明家、 イーライ・ホイットニーにより作られ、1794年に特許を取得した。ホイットニーの綿栗機は、ワイヤースクリーンと小さなワイヤフックを組み合わせたものを使って、面を引き抜き、ブラシが面くずを連続的に取り除いて、つまりを防いだ。これは、アメリカの面化産業に革命をもたらしたが、面化労働者の需要が急速に増加したことで、アメリカ南部において、 奴隷制の成長が見られた。よって、この発明は南北戦争の発生に寄与した意図しない要因とされている。現在の自動化された渡栗機は、複数の動力を持つ戦場シリンダーとノコギリを使用し、手動のものよりも、はるかに高い生産性を持つ。イーライ・ホイットニーは1793年に渡栗機を発明した。彼は仕事を探し、 ジョージアに移った後にこのプロジェクトに取り組み始めた。農家が綿花栽培を儲かるようにする方法を模索していたことを聞かされ、キャスリン・グリーンという女性がホイットニーに最初の綿栗機を作るための資金を提供した。ホイットニーは2つの綿栗機、手回しの小さいものと馬力や水力で動く大きなものを作成した。綿栗機のおかげで、 生麺の生産量は1800年以降10年ごとに倍になっていった。ザ・ファーストコットン銀1869年のハーパーズマガジンの掘り版、イーライ・ホイットニーの発明前のローラーワタクリキが描かれている。インドのアジャンターセックス軍で5世紀までに使われたタンマーシのワタクリキの証拠が見つかっている。このワタクリキは 足で動かすものが登場し確信されるまでインドで使われていた。ワタクリキーはインドでもっと技術的な木製ホームドーローラーであるチャルキーとして知られる機械的装置として発明された。この機械的装置はインドの一部の地域では水力により動かされていた。面繊維は綿植物の種子の鞘で作られ、鞘の中のセミは種子と強く折り絡まっている。 繊維を使えるようにするには、最初に種子と繊維を分けなければならず、この作業は以前は手作業で行われており、麺の生産には分けるための労働時間が必要であった。簡単な種子を取り除く装置は多く発明されていたが、綿繰り機という技術革新が訪れるまで使用者が注意しなくてはならないことが多く、規模も小さかった。最初期の綿繰り機は小さな印刷機ほどの大きさであり、 鉄、または木で作られた一つのローラーと平らな石材もしくは木材で作られた。このタイプの綿栗木の証拠はアフリカ、アジア、北、アメリカで見つかっている。同時代の学者による綿栗木についての最初の証拠は紀元後世紀に見つけることができ、西インドのアジャンターセックス軍の誕生し、ローラー綿栗木を描いた仏教絵画の形で見られる。 これらの初期の綿栗機は使いにくく多くのスキルが必要であった。種を粉砕することなく、綿から種を取り除くには、間隔の狭い単一ローラーが必要だった。その設計は穀物を引くのに使われた石皿の設計に似ていた。考古学者が綿栗機の部品を他の道具と勘違いしている可能性があるため、綿栗機の初期の歴史は曖昧である。 12世紀から14世紀の間に二重ローラーのワタクリ機がインドと中国で登場した。インドの二重ローラーワタクリ機は16世紀まで地中海の面下貿易を通じて広まった。この機械的装置は一部の地域では水力により動いていた。13世紀から14世紀のデリースルターン朝の時代にインドア大陸で発明されたウォームギアローラーのワタクリ機は 16世紀頃、ムガル帝国で使われ始め、インドアタ陸では現在に至るまで使われている。ワタクリ機にクライクハンドルを組み入れるという、もう一つの核心は、デリー・スルターン超高期もしくは、ムガル帝国初期の時代に起こったものである。ウォームギアやクランクハンドルをローラーワタクリ力に組み込んだことは、ムガル帝国時代のインドの面疫維生産の大幅な拡大につながった。 半分機械半分工具であるインドの綿くり機を使うことで一人の男性と一人の女性が一日に28ポンドの綿をきれいにすることができたと報告されている。ホーブスの修正版では一人の男性と一人の男の子で一日に250ポンド生産することができたとある。もし牛がこれらの機械16台に力を供給し、数人が牛に餌を与えたとすると、 以前の750人分の仕事を生み出すことができた。チュアカやチャーカとして知られていたインドのローラー綿タク機はアメリカ南部で採用された18世紀半ばにアメリカに導入されたことになる。この装置は朝鮮イメンをきれいにするために採用されたものだったが、ジョージア州などの州で一般的であった単線イメンには適さなかった。S インドのタクには1772年に クレブスが1788年に、ヨゼフ・イブがそれぞれ改良を行ったが、1793年に、イーライ・ホイットニーが単線イメンの綿栗機を開発するまで、朝鮮イメンに用途が限られていた。イーライ・ホイットニーの最初の綿栗機の特許、イーライ・ホイットニーは1793年10月28日に、綿栗機の特許を申請した。 この特許は1794年3月14日に付与されたが1807年まで有効にならなかった。ホイットニーのこの特許には特許番号 72X が割り当てられた。現代の綿栗機とその構成部品が正確にホイットニーによるものであるかについては多少の議論がある。綿栗機を発明したホイットニーの一般的なイメージは1870年初期に 書かれ、後に1910年にザラ・アイブラリー・オブ・サザン、リテラチュアに収められて再版された記事による。この記事において執筆者は、キャスリン・リトル・フィールド・グリーンがホイットニーに種と綿を分けるのに役立つブラシ状の部品を使うことを提案したと主張している。今日まで、綿栗機の発明における、グリーンの役割は独立に検証されていない。 ホイットニーの綿栗器は1日に50ポンドの綿くずを、きれいにすることができた。細長い釘の列に囲まれた木製の円筒からなり、櫛状の格子の棒を通すことで綿くずを引っ張り出した。格子は密接して置かれ、種が通るのを防いだ。離れた綿はブラシで払いのけられ、機械が詰まるのを防いだ。同時代の多くの発明者が単線異面を処理する。 設計開発を試み、ホッチン・ホルムズ、ロバート・ワトキンス、ウィリアム・ジョング・ストリート、ジョン・マレーは1796年までに、綿栗機の改良のための特許を発行されている。しかし、このことはホイットニーが、ノコギリ綿栗機を発明し、それにより有名になったことを示している。ホイットニーは、長年無許可のコピー商品を作った、農園主に対する特許を強化しようと裁判で、 試み最終的に特許法が変更され彼の主張が法的に強まったが、その時特許が切れるまで1年間しか残っていなかったため、その考案したものから多額の金を稼ぐには遅すぎた。ホイットニーのク栗キは単繊維面から種子を取り除くのを簡単にした一方、蝶々面の繊維を傷つけてしまっていた。1840年、ホネスマッカーシーはローラークリキである スムーズシリンダーコットンジンの特許を取得した。マッカーシーの綿栗機は単線イメント超長面に使うために販売されたが、特に長線イメンを加工するのに便利であった。マッカーシーの特許が1861年に切れた後、このタイプの綿栗機はイギリスで製造され世界中で販売された。マッカーシーの綿栗機はフロリダ、ジョージア、 サウスカロライナ州で栽培された蝶々麺の一つ、解凍麺をきれいにするのに採用された。以前のものに比べ数倍早く、綿をきれいにし、一頭の馬の力で150から200ポンドの麺くずを生産できた。マッカーシーの綿くり機は、麺くずから種を取り除くために往復に動くナイフを用いた。往復運動による振動により綿くり機の動く、スピードは制限された。 20世紀半ばに回転陣を用いた綿たり機は、往復陣を用いたものに置き換えられた。マッカーシーの綿たり機の後継機はアメリカにおいて、蝶々面に対して使われている唯一の綿たり機である。ジャレルプランテーションの綿たり機綿たり機の導入より、前は面は綺麗に脂繊線を分離するのに、かなりの労力を必要としていた。ホイットニーのわたり機を用いて麺は、 非常に有益なビジネスとなり、南北戦争以前の南部で多くの富を生み出した。ニューオーリンズ、モービル、チャールストン、ガルベストンなどの都市は主要な積み出し港となり、南米全土で栽培された綿から多くの経済的利益を得た。加えて、麺の供給量が大幅に拡大したことで、繊維機械の需要が高まり、木製部品を金属に置き換えた設計に改良された。 これは19世紀初期の多くの工作機械の発明につながった。ワタクリ機の発明はアメリカ、特に南部での綿生産の大規模な成長をもたらした。綿の生産量は1830年の75万コリから1850年には285万コリに拡大した。結果として南部はプランテーションと奴隷にさらに依存するようになり、プランテーション農業は 経済の最大部門となった。一人の奴隷が1ポンドの繊維を種から分けるのに約10時間かかった一方、綿栗機を用いたに3人の奴隷のチームはわずか1日で約50ポンドの綿を生産することができた。奴隷の数は面生産の増加に伴って増加し、1790年に約70万人だったのが、1850年には320万人になっていた。 1860年までにアメリカ南部の黒人奴隷の労働力は世界の免供給の3分の2重要なイギリス市場では80%を提供していた。よって、綿栗機は綿を作物としてアメリカ南部を世界初の農業的原動力に変容させたルマス綿栗機の広告アメリカの奴隷制度への意図しない影響と南部の経済が プランテーションベースの農業の方向へ発展することを確実としたことにより、綿栗器の発明はしばしばアメリカ南北戦争の間接的な要因の一つに挙げられている。現代の綿栗器プラントの図生産の多くの段階を表示している。現代の綿栗器、現代の面生産において、綿貨はトレーラーで、それぞれ10メートルトンまでの重さの圧縮された長方形の モジュールとして、もしくは、最新世代の綿積み機による積み取り、家庭の間に作られる枯草に似たポリエチレンで、包まれた丸いモジュールで、工業用の綿り機のもとに届けられる。届けられた綿花は、直径約16インチのパイプを通って吸引され、綿花を揺らす。このパイプは普通は、手動で操作するが、現代の綿花プラントでは自動化されてきている。製品を、 綿繰り機に運ぶトレーラーの必要性は、モジュールの導入依頼劇的に減少している。綿花がモジュールで出荷される場合、モジュールフィーダーが針のついたローラーを使いモジュールを分割し、綿花から最大の異物を抽出する。モジュールフィーダーにより取り外された綿は、トレーラーの綿花と同じ出発点に吸い込まれる。綿は乾燥機に入り、余分な水分が取り除かれる。 シリンダークリーナーは6、7個の回転する針のついたシリンダーを使うことで綿の大きな塊を分解する。土や葉などの細かい異物は取り除くための棒や仕切りを通過することで取り除かれる。スティックマシンは遠心力を利用して棒や針などの大きな異物を除去し面は高速に回転する総シリンダーで保持される。ジンスタンドは回転の小切りの刃を用いて 面を引っ張り、ジニングリブの一連の流れに通す。ここではリブを通るには大きすぎる繊維を主から引っ張り出す。綺麗にした種子は、その後、大川ーーコンベヤを通すことで、綿栗器から取り除かれる。種子は、植えることで再利用されるか、製油工場に送られて、綿実油や綿実カスに加工される。綿カスクリーナーは再びのこぎりと、高脂肪を用い、この時、 未熟種子と残りの異物はすべて繊維から取り除かれる。ベールプレスは保管や出荷のために綿を梱包材状に圧縮する。現代の綿栗機は1時間あたり15トンの綿を処理することができる。現代の綿栗機は棒、葉、土、未熟なさや綿実などの残留物を相当量作り出す。エタノールの製造にこの廃棄物を使用するための研究が現在。 行われている。処理中の化学組成の変動により、一貫したエタノールプロセスを作ることが困難だが、綿製造における廃棄物の利用をさらに最大限活用できる可能性がある。ありがとうございます。